赤丸チャンネル。パブロ。パブロ。はい、ということで。はい。今回は新しく始まった戦国高校。そうですね。新シナリオなんですよね。そうなんですよ。やるというところで。はい。まあ、腕も上がってきましたからね。いやもうちょっと私結構腕上がってますよ。家でやり込んでるんで今。でも、はい、新シナリオじゃないですか。そうなんですよ。今までやり込んだことが白紙になるぐらい新しいことが起きるかもしれないですね、はい、そうなんですよね、はい、でもそれがまた面白いところですね。そうですね。ちょっとやりましょう。戦国高校、はい、スタート。はい、スタート。戦国高校、はい、はい、戦国時代ってことですよね。おお、なんか始まったよ。すごい、なんかすごい今かっこいい。これいつも迷うんですよ、名前どうしよう。名前はそう、戦国時代風ちゃん。そうですね、うん、じゃあ戦国時代のやっぱ武将って豊臣秀吉と織田信長だと思うんですよ。だからあれにすればいいんじゃん。ん、あの織田家にすればいいんじゃん。え、あの今私の名前なんて言いました。あ、なんていうか。ちょっとちょっと信じられない。1年以上やってきて下の名前は違う。下の名前読まへんからさ。あの佐藤さん、これ2回目ですよ。名前間違えたの。信じられない。もう何だろう。いやさって言うやろ。あやいだったわ。そうです。アキエって、前のアキエって信じられないじゃん。小田アキエって。誰って。じゃあどうします。小田あやえ、小田あやながでいいじゃん。いいですね。あやなが、小田あやながいいですね。小田あやながでいい。あ、いいそう、ね、いそういいですね、うん、じゃあこの名前にします。だからあれだね、織田信長と袴田さんの子供だね、はい、側室じゃない、側室。そうですね。私正室じゃない、側室なんですね。いいですよ、オリジナル。これにしよう、これにしよう。ちょっと武将っぽいですよね。天秤打法だね、はい、本当は狙ってるんだ、これ。なんかじゃあいきます、開始。おお、すごい。天下に覇を唱え、私の名前を削る群雄割拠の時代、幾度となく繰り返される戦により疲弊しきっていた民は太平の世を願い救いを待ち望んでいた。そしてここにも太平の世を願い少女が一人。少女、うん、少女。なんか現代、一気に現代だね。なんか部員不足でグラウンドも取り上げられちゃったしな。でもこのまま甲子園はおるか、野球練習さえもできずに高校生活を終えたくない。グラウンド取り上げられた。おー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 、どうした、出て斬新。なんじゃこいつは、こやつは。え、あなたはで、ここは一体どこなんだ。お、始まった。すごい、今回は天才の子なのね。入部届持っていくともう天才の子なんだ、最初から。だからもう1年か、あるかも、野球するのにも慣れていたなと思ってさ、まさか、お、ワールドホールで部屋と戦国時代がつながっているとは思いもやらなかった。あ、物質ね。あ、ほんとだ、物質。お、もうすごい。そう、戦国用語が結構ありますね、うん、来た。まず野球ってスポーツは策があってこそ、どんな策があろうと。軍事に血を引く。へえ。あ、かわいい子来た。喧嘩終わっとじゃん。うん、おしるこ姫だって。かわいい。野球は皆の力合わせ成り立つ競技、仲間がいなどをしておっては到底やっていけるであろう。さあ、じゃあ練習しましょう。お城ある、うん、うん。あ、ここにでも、うきみさんかな、うん、ちょっとびっくりマークついてるんで、私はこっちで行きます、うん、え、光秀さんだって。だって織田信長が、あ、織田信長と明智光秀がちゃんといるんですね。千代姫がいる。迷うなぁ。でも、よいしょ。うん、
者黒市康、うん、わらわは前在あい人間の白玉だ、かわいいあ、天下統一っていうのが出ました、うん、ちょっと覗いてみます、うん、ほう、ほう、なんか光ってる、じゃあ練習いきます。お、前在がいる、前在いきます。あ、けがりと心配、あ、大丈夫だった、大丈夫だった、危ない危ない、あ、足に爆弾抱えちゃいました、通院しない、そろそろ通院、通院先しちゃいます、だってどうせ 50% ぐらいあったよ、さっき怪我率、はい、いやメンタルで回復、まあ、でも通院でも体力上がるからちょっとじゃあ通院しましょう、治んないんですよ全然足爆弾、メンタルでもうちょっと回復させておこうかな、よっしゃ、あ、出陣って出た、お、じゃあ出陣しますよ、うん、まあでもやっぱ打撃上げたいから打撃、お、虹、この戦負けるわけにはいかん、返り討ちにしてくれる、何の天下統一太平の世のためこっちだって負けられない、これ攻めるところ決めないといけないですね、ここ兵力1から2なんでここ攻めときますか、じゃあちょっと名古屋行きましょうか、うんうん、愛の武将ですよ、じゃあここに変更、これじゃあ出陣しましょう、どこで行こうかな、この辺で行こうかな、行け出陣、出陣だ、おー、直屋兼継だ、すごいな、あ、どうだろう、あ、勝てるわ、勝てる勝てる、いけます、うん、だって数値がでかいもん、え、でもなんかあれじゃないですか、意外と、あ、勝てた勝てた、ほんとだ、やった、意外と強いな、天才だからか、お、意外とコツいっぱい掴んだ、やった、さあ、練習、打撃だな、あ、もう出陣だ、ちょっとじゃあ領地選ばないと、うん、そしたらあれですね、この武田信玄軍ですかね、うん、もう行くしかない、行っちゃうしかないですね、他ないですもんね、うん、そうだね、じゃあもう武田信玄行っちゃいますよ、うん、ちょっとこの計略ボタン押すの忘れてました、うん、じゃあこれちょっと上からやってレベル2のやつがいいよね、はい、これやって、うん、さあ、それじゃ戦いましょう、うん、ここちょっと兵力強そうですね、あ、勝ったらもう味方になるのかな、ねえ、直江もいますね、うん、勝ったら武田信玄味方になるのかな、もうそうじゃないですか、ね、めちゃ強いですね、あと、あ、どうだろう、めっちゃ強いよ、あ、ほら、あ、お、あ、いけそういけそう、え、あ、ちょっと、あ、あ、あ、頑張れ、頑張れ、あ、一生あー、ダメだ、負けた、強い、やっぱり武田信玄強い、そうですね、うん、だいぶ足りひん、はい、あスペシャルタッグがあるけどダメだ、これはメンタルでしょ、思う出陣ですよ、うん、もう一回頑張るしかないですね、計略、あ、一生どこ行くの、そっか、じゃ あそこ行っとけばいいんじゃない、一般兵行って あれしましょうか、うんうん、兵力強めましょうか、兵力もでも それ使わなくても勝てるでしょ、攻略先の変更、では出陣します、現在でここでやろうかな、さあ、
俺は勝てますね、うん、ディナイの敵がはいあ、弱い弱い弱いイエーイ、うん、はい、お、結束クリア。おー、705点かなんとなく分かってきましたね。さあ、練習、あー、もうダメだ、一回休んじゃおう。じゃあこれかな、もう出陣だ。じゃあまあちょっと一般兵いっときます。ここやっぱ強いんですよね。武田信玄も後だね。もうちょっと後にして超速米軍いってきますか。うん、そうだね。はい、まあ火力4から8なんで、じゃあいっちゃいますね。じゃあ出陣します。出陣、これ勝てますね。余裕ですね。はい、余裕。光ってる。じゃあここ行きましょう。シャンターン。もう出陣だ。おぼ、あれ大名といけないの、長宗壁は。長宗壁は、あ、これいけますね、14から16、うん、いけんじゃないのこれ。あ、でも武田の方が弱いですよ。ほんとだね。はい、武田いってみます。いっちゃうか。はい、じゃあ契約使って、じゃあ契約使って、あれでいい。あ、レベル3のから、レベル3のやつがいいんじゃない。それか、全員の士気を6アップするとかもあります。それでいこうかな。あ、現在の攻略先の兵力を15歳で、それがいいんじゃない、それがいいんじゃない。え、でも15下げたら向こうゼロになりません、うん、そうじゃ勝てんちゃう。はい、もう確実な方法でえ、レベル3、そう、下は下なんで、一番下、召集って書いてる。召集、兵力が基礎兵力のプラス15の槍兵、うん、最大3マス補充する。ただし、でもなんかもう勝てそうな気がしません。ちょっとこの辺でも使ってみましょうか、うん、やってみないとわからないんで、じゃあ武田にします。出陣の時って怪我大丈夫なのかな。しちゃうんじゃない。するかな、やっぱり。じゃあここで行こう。出陣、さあ頑張れ、もう勝てるだろう。あ、互角じゃないですか。どうなの。あ、もう全然全然いきます。楽勝だったの。楽勝楽勝、うん、弱いね。はい契約使ったからですよ、絶対。クリスマスパーティー、あ、すごい彼女追わなくていいんで、うん、いいね、いいですね、うん、ちょっと気が楽ですね。お、じゃあスペシャルタンク行こう。あ、ちゃんとクリスマスはあるんだ、こうやって、うん、クリスマスパーティーとは別に。じゃあお正月どんなんだろうね。そうですね、出陣だ。よし、じゃあ、あ、中立国もある。もうそしたらもういけんじゃん。いけそうですよね、うん、これ計略で、うん、ちょっと強いの使っ、それか全員の士気が6アップするとか、この辺で行ってみましょうか。行きます。こっちだな、ね、さあ、ガスだ。来たよ。さあ、どうなの。調査壁、お、いけそうじゃないですか、うん、あれでも上がってるよ。おお、ギリ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 。あ、勝った勝った勝った。おい、え、あ、一騎打ち、一騎打ち、一騎打ち。え、やばいやばい、ちょっと待って。よっしゃ。あ、あ、一アンダでいい。勝った勝った勝った。もう急遽のバッティング対応できるようになる。急に来たからね。はい、びっくりしました。もう毎日バッティングやり込んでるんで。あ、お正月だ。そこまで行きましょう。ここは彼女キャラがいないんで、野球画学みたいにします。おみくじ、大吉だ、やったー、イエーイ。さあ練習、メンタルにスペシャルタックあるんだね。そうですねあ、じゃあ回復させちゃおうかな、もう。おー、主人だ。一般兵、でも今親分がいないですもんね。うん、あとはあの右下に、なんかそこじゃない、その
右下の大名に攻めていくか、はい、豊臣秀吉行くか、上のピンクの大名、ピンクの大名、上杉勢力8から13ぐらいのところに行こう。そうかそうか、まっすぐ埋めないといけないですもんね。じゃあ一般兵行きます。あ、スペシャルタッグになってる、ここよしよし、行くぞ。あ、これ楽勝でしょ。はい、全勝でしょ。この辺も行けそうです。あ、三度持ち。よしよしよし。全勝。よっしゃー。よし。わかな。あ、もうここじゃ行けるんですね。そうだ。じゃあ、経力使って行きましょう。うんうん、レベル3結構あるんで。もう弱いのでも、2とかでも勝てんじゃないね。そうですね。じゃあ、この辺にしてみましょうか。さあ、いざ出陣。怪我率は大丈夫かな。兵力がここでいいか。来た来た来た、豊臣。いけそうですね。あ、おお、勝った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 、よしよしよし。ギリギリ危なかったね。はい、意外と刀狩りしてきて刀狩り懐かしい。クリア、クリア、おい。ということで、はい、セクション2まで終わりましたけど、いや、楽しいですね。面白いですね。なんかキャラクターが本当に歴史上の人物が出てきて、うん、だからなんかあの野球してんのか、はい、活性してんのか分からなくなる途中で。しかもいきなりのバッティング出てくるし何手にでも一騎打ちやりたいですね。やりたい、はい、あれは。まあでも最悪、はい、天下統一しなきゃいけないですね。そうですね、はい、どんどん領土をまた埋めていきましょう。そうですね、はい、ということで来週セクション3、4で織田、はい、綾長は、はい、天下統一できるのか、ぜひご覧ください。ボサボサいや、今日もパワープロの特番ですよ。今日はめっちゃ楽しみ。新しい高校の、そうですよね、うん、そうそうそう。おはようございます。お願いします。じゃあこっちで、はい、はい。あ、カバンも預かります。 ありがとうございます。どうしましょう、衣装を着ちゃった方がいいか、うん、あ、できればもしシワとかにならなければ、ね、はい、なんないと思うので、はい、じゃあ先に着ちゃいます。お願いします。はい、ありがとうございます。なんか前そのテレビのずっとなんかニュースやってた時は、はい、その中のメイクの会社が作ってるファンデーションがドンと置かれてて、あ、なるほど。でもそれをずっと使ってましたそうですよね。そのなんかテレビ局が使ってるメイクがありますよね、はい、ファンデーとかも。マッサージでーす。嬉しい。ムクネの方なんですか。ありがとうございました。お願いします。はい、メイクが終わりました。お、どうですか。バッチリじゃないですか。はい。何点ですか。え？今日のメイク何点ですか。今日のメイクはもう100点です。やっぱね、メイクさんにやってもらうと普段やるのとは違います。全然。いや、特番楽しみですね。楽しみですね。楽しみです。今日はね、前みたいなプレッシャーはないので。なんか今日寒かったから、はい、ノースリーブ1枚よりはこういう方がなんか見てる人もいいかなと思って。また夏やって言われますもんね。そうそうそう。季節感が違うって言われるから。今日はこんな感じです。本番まであと1時間。あ、違う。2時間あります。もうちょっとあるんですね。あ、本番まであと2時間。2時間ですね。うん。こうやって2時間ぐらいってどう過ごすんですか。でも打ち合わせがあるから、でもなんだろうね、その日の仕事の内容によるけど、全然もうなんだろう、全然その余裕がない時とかはもう本番までずっとなんかもう、ああもうこうなったらこうやってこうやってこうやってってずっと考えてるけど、どちらかといえば今日はなんか回しというよりはあのゲストとしてお呼びいただいてるので、振られたことに自由に答えるっていうすごくありがたいですね。浜さん、今
はい、特番に出るじゃないですか、はい、しかも生配信というところで、うん、今心境どうですか？めっちゃ楽しみです。すっごい楽しみ。だって前回みたいなプレッシャーがないからだってね、あの袴田卒業みたいな回が、はい、あるので、皆さんそれ見てない方見てくださいね、はい、ね、10万点出さないとこのねチャンネルを卒業みたいなね、もうすごい嫌なミッションがあったんで、はいはい、それが今回はなく、ただこの新しい6周年のシナリオを楽しめるっていう番組じゃないですか。もう楽しいしかないですよね。本当。しかも私今もうパワープロもハマりすぎててやばいんですよ本当に。そうなんですか。あのもう本当パワープロ中毒になっててあの今毎日何人育成してるんだってぐらい育成してて、もうね、それでこの本当に、いや仕事として、ああ出ないとってなったら楽しめないかもしれないですけど、今本当に自分であのこのちょっと初課金もしたんですけど、ついについにしちゃった。課金を、課金しちゃったの。そう、なんか初めてパックみたいのがあったから、あのもうちょっとまだ初めてパック安いし課金しようと思って課金したんですけど、ガチャが引きたすぎて、ね、だからもう出られるのめちゃくちゃ嬉しい。しかも袴田チャンネルになってから初ですよね。あ、そうですね。ね、皆さん袴田チャンネルになったから見ないとかやめてくださいね。見てくださいね。そうですね。この袴田チャンネルはそういう裏側とかも密着してね、うん、出していくんですもんね。ぜひこの裏の私はこんな感じですよっていうね、はい、見てください。楽しみです。本番中やろうかな。話聞かずに。はい。パワープロノートにメモってありますけど。はい。はい。実際にガンガン書いていただいて結構です。はい。わかりました。実際にもうメタルさんの説明とかガンガンメモってください。はい。本番ちょいちょい嘘を言えばいい。そうですね。ちょいちょい。嘘でしょ。それも流れるの。緊張します？あ、全然緊張しないです。それ使ってメモするでしょ？これメモします。すごいね、ライトがね、すごい量で。めっちゃ暑くないですか？めちゃくちゃ暑いですね。暑い。すごい。でもね、あの女優ライトというか当てていただいて、肌を綺麗に写して。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ本番です。一言。頑張ります。今日はすごい気持ちがゆらりゆるりとしてる。笑顔ですもん。さあ、始めました。パワプロで天下統一アプリ6周年記念特番。よよということで、パワプロがリリースされて6年、ここまで来られたのも本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。そして特番ですから、ゲストに里崎チャンネルでパワプロアプリ挑戦中の袴田綾江さんにお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。先週からですね、里崎チャンネルがパワプロをやる日だけ袴田チャンネルによっなりましたので、皆さん見てください。あの超初心者動画なんですけど、本当に奮闘してますので、よかったらお願いします。最後に皆さんで参ります。パワプロアプリ6周年、せーの、ゲームセット。パワプロ6周年特番、どうもありがとうございました。ありがとうございました。みたいな。お疲れ様でした。お疲れ様でした。あっという間でした。いやー、もうやばい、もうこの6周年のもうやばい。楽しかった。楽しそうでしたね。楽しかった。純粋に楽しかった。本当に初特番お疲れ様でした。ありがとうございます。疲れました？あ、全然疲れはしなかったです。あっという間でしたよね。あっという間でした、ね、でも学びが多くて、でもうなんかキャンペーン情報もすごすぎてずっと驚いてました。おー、もうなんかもうあの欲しいものだらけで、もう早く26日になんないかな。多分もうこの動画が出てる時にはキャンペーンとかも始まってるんですけど、はい、もう盛りだくさんすぎて、パワープロの6周年すごいですね。なんか力入ってましたよね。いやもうすごい、さすが6周年ですよね。うん、すごかったね。え、マイケンさんからもね、そう、確かにね、マイケンさんからね、コメントが、
あのぜひ皆さんアーカイブまだ残ってると思うんで見てくださいね。概要欄貼ってますんで、あぜひ概要欄も見てください。いやー楽しかった。はい、私ちゃんと喋ってたかな、大丈夫だった、よかったですよ。大本当ですか、はい、つかみリフター君別バージョン出ないかな。いや、まあ、イベキャラの情報もまだまだ私本当に薄いから、はいはい、自分が持ってるキャラしか分かんないから、はい、リフター君大好き。これからリリースされていくんですけど、戦国高校が、うんうん、あこの動画が出てるってことは、里崎チャンネル、袴田チャンネルでもプレイしてるってことだよね。そうです。さて私は天下統一できてるでしょうか。お楽しみに。言ってもらうっていう。お楽しみに。